長期育成指針は競技人口、まず競技人口がこれ減ってるという問題に対して、じゃあその原因は何なのかということを調べて、でその問題を解決するための指針として、作成したものになります。で今回あの全日本柔道連盟ではそれをグランドデザインという形で置いてはいるんですけれども、まずあの東京オリンピック終わって、その後にあのブランディング委員会というのが立ち上がったんですけれども、まあ、そこでは競技人口の減少、これのこの問題を解決していこうというところで、柔道をもう一回再定義、今の時代の人たち、もしくは今関わっている人たちに、まあ、分かりやすくその価値を伝えていけるようにということで、ブランディング委員会立ち上がって、それで問題解決していこうということになっているんですけど、その問題、柔道人口が減ってるっていう問題に対してしっかり原因を探って、でそれを解決していくために、作成されたものになります。でなぜ長期育成指針なのかというところになるんですけれども、まあ、基本的には、柔道人口の離れっていうものが他国のですね、スポーツ離れとかなり類似している部分があって、他国がじゃあ何をやっているかと見ると、長期育成指針のようなものをいろんな国が作成されて、そのスポーツ離れを解決していくということで指針は出されていたので、まあ、それを参考にしながらさまざまな問題を解決できるようにということで、まあ、作成をしました。柔道っていうのはそもそもですね、競技っていう見方ではなくて、人の生き方にアプローチしていくものなんですね。歴史的にまあ日本の文化を元にした、まあ、柔術からもともとできてるんですけど、柔術っていう日本の文化を残しながら、さらに自分を成長させて社会に貢献しましょうというような大きな目的っていうのはあるんですけども、その上に乗っかる目標みたいなものは非常に多様で、自分を成長させて、そして社会に貢献しましょうというものになっているので、そういう意味では非常に多様な生き方とその価値っていうのがあるかなと思います。柔道っていうのは競技っていう見方がやはり今まで良くなかったので、競技ではなくて、まあ、自分をしっかり成長させていくっていう部分で作られたものですので、基本的には自分だけが成長すればいい、自分だけが栄えればいいっていうものではなくて、女性がマイノリティになる、もしくは障害のある方がマイノリティになる、もしくは性的な、 なんか特色のある方がマイノリティになってしまうと、そういう方々がなかなか活動しにくいとか生きづらいと、そういう方々も含めてきちんと対話しながら、どういうふうな活動した方がいいのかとか、どういうふうにやっていくことが大事なのかっていうのが、まあ、自他共栄って言葉の中にも含まれてますので、そういう意味では共に生きるっていうところで、まあ、みんなの柔道という、まあ、メッセージになっているかなと思います。柔道っていうのはどう国民に対して価値を実感していただくかっていう目線だったので、まずその日本にある大きな問題っていうのも含めて考えていかないといけないかなと。それがやっぱり一つは一番やっぱり大きな問題っていうのは人口減少ですね。これがやっぱり大きな問題で、さらに、年齢のこう不均衡というか、まあ、若い人はすごい少なくなって高齢者が増えているという状況で、じゃあそういう社会の中でじゃあ柔道がどういうふうに貢献できるのかっていうのを踏まえないといけなかったので、まあ、そういう大きな問題がありますと。日本の人口減よりもさらに大きな割合で柔道競技者、もしくは柔道の登録者が減っているということは、やはり国民もやっている方々も何か価値を感じれなくなっているだろうというところを、まあ、非常に問題視したと。先ほど言った通り、まあ、日本の人口減よりもさらに大きな割合で柔道人口が減っていると。でこれをやっぱり調べたところ、勝ち負けっていうところでの評価だったと。それを求めて頑張ることはいいんですけども、まあ、先生だったり保護者がやっぱり その軸だけで評価をしてしまうということが子どもたちのまあ負担になって、まあ、それもまあ大人まで言ってもずっと評価され続けるというのはかなりきついというのがあると思いますので、まあ、そこが影響してかなり減ってしまっているということが分かっています。でさらに言うと、勝ち負けを評価軸にするとやっぱり結果をかなり小さな頃から求め続けるというところで、発育発達の年齢に合ってない指導がなされるということがやはり問題になっていると。指導者のやはりそういう発育発達とか生理学的な知識が足りないとか、まあ、そういうところがまあ現場に出てしまって、でそれでやっぱりやめていってしまうということも出てます。
長期癖心のやっぱり作成に関しては、そのやっぱり原因、柔道人口の減少の原因を探るところで、まあ、非常に時間がかかったと。他国の情報、スポーツ離れの情報とかですね、調べていくってなると、まあ、膨大なエビデンスをチェックしないといけなくて、1年半ぐらいやはりかかってしまいましたね。まあ、他競技の方々と触れる機会も多いんですけども、やはりまだ柔道界の指導者の質っていうところではまだまだ改善できるし、 もっと高めないといけないっていうふうに、これはずっと長く感じていて、やはり大人になってから自分を成長させようとか、より学んでいこうっていう意欲のある方が非常に少ないなっていうのが、自分がこう指導者養成で関わる中で感じるところなので、そこはかなり自分の中で大きな問題だなっていうふうに感じてます。まずは自分たちが知らなかったんだっていうことに気づいてほしいなっていうところが大きいですね。自分たちが経験してきたことが全てだとか、自分たちが経験して成功したことが全てで、それをやればうまくいくんだって考えられている方々もかなりいますので、そうではなくて、自分が知らないことはこんなにあったんだと、でそれは知ってることと知らないことが分かったときに、初めてこう学びのダイナミクスみたいなことが起こって、成長につながると思うので、でこれがきちんと伝わっていくことで、僕はやっぱりこの未来を担う青少年というか子どもたちがやっぱり変化してくるかなというふうに感じていて、この長期育成誌の中にも書かれてはいるんですけど、子どもたちの内発的な動機をこれをやりたいとか没頭するとかですね、そういう状況をやはりきちんと育てれるように、まずはこういう柔道実践者とかアントラージュとか、そういう方々が国民にそういうことがきちんと伝えられるとかいうふうになってくると、僕的には日本の未来は明るくなってくるのかなというふうに思ってます。実はこれ長期育成指針が伝わるだけではやはりなかなか難しいと思っていてですね、やっぱりスポーツとか運動とか、身体性を伴う、身体活動とか運動をですね伴うものが、その地域の中でその生かされていかないといけないと思っていて、そのスポーツ現場だけこれは良くなってるけども、それ以外の現場はそれができてないってことになると変化は起きにくいので、コミュニティ全体で青少年とか子どもたちとかを育てていく、さらにはそこにいる成人の人たちも学び続けるっていう、なんですか、先ほど言ったこのコミュニティ内のダイナミクスみたいなことが起こると、本当に素晴らしい社会になると思ってるので、大人も学び続けるし、その姿勢を見ながら子どもたちも一緒に学んでいくしと、でそこに身体活動も伴っていくっていうところなので、そこもやっぱり実現できるようにやっていきたいなと思ってます。